純正にするには部品があまりにも足りなかったので、もうオーバーにしようと思って、はい、あんまりその変なカスタムをするんじゃなくて、スタンダードなオーバーのつもりで作り始めたんですけど、で作ってからだんだん普通に乗れるなって手応えがあったんで、通勤で使うようになったんですよね。で必要だからラゲッジラックをつけたりとか、フロントフェンダーをつけたりとかして今に至る。エンジンを目立たせることが最優先、はい、もうこのエンジンに乗ってるっていうイメージです、はい、そのカスタムを難しくやってないんで、なんていうかな、見せ場というともうフォーだってこと